はいえー、それれはは始めてままいります皆さんこんここにち全、えー、科目卓一科目のコンピュータ講座憲法、刑法の第1回目前半の講義を担当の本の方で始めてまいりますで、えー、まず、レジュメの方一1ページお願いします、えー、講義の進め方は他の科目と変わ,り、えー、変わらず問題を解いて説明をしていくという形になっていきますただ、解く内容が若干変わってきますで憲法に関してはステップ1、ステップ2と分けずに今後も取材可能性がある問題 これをピッックアップしていきますで。基本的にはピックアップしていない問題も、えー、復習の時には解いてほしいんですがただ真ん中あたり4問ほど載っています。4問。えー、2E の 116A の34の122年の 15B の122年の2あともう1個は 13A の125年の2問これに関してはそうすぐ、ね、出題されるとは思えないでなおかつすごく難しい問題です。 でこの4つに関しては超直前期に1回だけ解いて万が一出たらそれで覚えていればいいなというレベルの扱いをしてくださいですから実力をつける時期にはこの4問は解か,解かないようにしてください本当にギリギリになってね1回わけ分からず解いてみてそんな答えなんだってぐらいでやめてくださいで本日第1回は憲法を中心にやっていきます レジュメの方は、えっ、ー、と、ではまず1問目から行きましょう。体系番号 2B の3。年度番号が31年の1問。えこちら、人権共有主体、特に外国人です。やってみてください。どうぞ。 レジュメの方は2ページを見てくださいこちらは外国人に保障される人権かどうかというのを分けています上から2段目精神的自由権基本的には保障される表現の自由などですただその中でも2段目政治活動の自由これに関しては若干条件が入っているんです相当で簡易されるもの 相当でないと簡易されるものを除きと言っています。ありとあらゆる政治活動は認めているというわけではないんですね。これはダメだろうというものについては、制約できるってことを言っているんです。これが足の絵なんですね。全部じゃないってことが分かっていれば、バツと切れるというところになります。 では次に入国・出国の自由でこれは危険な外国人の方を想像してくださいえ相当危険な方が入りたいと言ったら断りたいよね出ていきたいっていうんだったらどうぞ行っちゃってって思うよねはいとどまりたいと言っても止めたいよね帰ってくれと言いたいね外国旅行に行って戻ってくる戻ってきてほしくないよね このような感じでこの入国、在留、出国、再入国を分けてください。今回の足のい、e、いは再入国を出しています次、えー、社会権を見てください社会権自体はもともと裁量の範囲が強いところですそのため外国人と日本人を分けるということこれも許されております。 でこの表の一番下の資格枠、特に4行、特に最後2行見てやってください。生活保護法が不法残留者保護の対象としていないことは憲法に反しない、もうこのあたりまでもう最良なんですよと、どこまで助けるかは最良ですよと、これが今回の「お」ということになります。 では戻りまして、次は選挙権ですで。選挙権は国政選挙、国会議員を選ぶ選挙か、地方選挙、市議会議員、県議会議員を選ぶ選挙かで分かれます。まず、国政選挙に関しては、これも与えること自体が一見になります。国民主権の立場なので、国民以外が選挙権を持つことは認めません。国政の決定権は国民になる。 国民主権、国政の決定権は国民にあるので、こちら、外国人に選挙権を与えることがもうアウトです。一方、地方議会に関しては、住民、その地域に住んでいる人に選挙権があるべきです。であれば、住んでいる外国人に選挙権があってもいいはずなんです。ただ、ここを見てください。許容説と書いてあって、法律で与えることはできるよ。 現実、今の世の中では与えられていませんが今の時代はありませんが、ね、法律で与えることはアウトじゃないよと今回の「う」どうでしょうか選挙権を付与する措置をしても問題はない丸となるわけですで一番下公務就任権 で公務員になれるかどうかっていうと一般的には外国人の方でも公務員とはなれます。ただ冒頭一行ね、公権力の行使もしくは重要施策を行う決定を行うと重要ポストに就くという場合です。例えばあの防衛省の幹部が全部ね外国人の方。怖いよねそれは。ということでこれね幹部にはなれないよってことがね大体ねあの公務員の受験会社に書いてあるんですね。 とというここで、この公務員自体は別に問題ないんですが、こういった貢権力を使う、かなり上の地位に行くについては、ね、これは外国人、保障されてないんだと。ということで、これが足のあで問われた論点です。では続きまして、体系番号 2B の2。年度番号が25年1問です。 やってみてくださいどうぞ はい。レジミの方は3ページの方をお願いします。で、3ページ。今度は法人です。法人に人権があるかないかというのを分けています。で、ここはそんなに一個一個細かくは出ません。まあ、出るのはね、その中の1個え、ピンポイントでできます。一番下。八幡製鉄政治献金事件え。こちらの事件の方がよく出てきます。ね、2段目見てください。2段目、3段目。 政治家的活動を法人できるかっていったらできるし、政治献金もできますよと、一番下、じゃあこの会社による政治献金は国民の参政権を侵害するんじゃないのと言ってしまえば、これね、ある国会議員に、橋を作れと会社が政治献金をする、皆さんが作らないでと、環境保全のために作らないでとって言って政治献金する、どっちの方が金額でかいかっていったら、 やっぱ法人なんです、ね、となると法人の政治活動の自由を認める結果自然人の政治活動の自由の制約が入るんだけどそれでいいのとって言ったら読んでみて別にそれは問題ないですよとこの冒頭に政治の動向に影響を与えたとしてもね別にそれは問題ないんだと法人も自然人も同じ扱いなんだから 差をつける必要はないんだと。それが今回の案になります。ページは4ページにいってください。4ページの方ですが、今度は、これは公務員かな、猿払事件、公務員の人権に関する論点です。 でこ,こですが上から3段目、公務員の人権、制約できるんですかと、ちょっと、まあ、まずざっと読んでください。これ、1行目後ろあたりに、政治的中立性維持、政治的中立性を維持、政治的な色がつくのはまずいんだと、なぜかというと、1行目初めの文字、 行政の中立的運営。政権が変わっても行政には動いてもらわないと困る。また、これに対する国民の信頼確保。政治のね、え考え方が違くても、その国民にサービスはしなきゃいけない。そういったことから、公務員に政治的な色はついちゃいけないんだと。それが一行目言っている。で、二行目。 合理的で必要やむをえない限度で許される。制約することは合理的でやむをえない範囲だったら許されるんだと。その合理的やむをえないという基準が「う」に乗っています。特に最後2行を意識して読んでください。よろしいでしょうか。必要やむをえない限度だったら制約できるんだって言っています。 まただ実際、このサルフス事件自体はあの時間外であったとしても全然場所が外であってもだめだと一律禁止してるんですがそれでもね必要限度という扱いだそうです次、禁煙処分事件今度は在管者です在管者にタバコを吸う権利があるのかと結論の1を見てください 喫煙の自由は13条に保障する基本的人権の置に含まれるとしても、まずここで一旦来てほしいんです。含まれるとしても、含まれると断言していないんですね。仮に含まれたとしてもってことになわせね。はい。だとしても何て言ってるんですか一般的に基本的人権になるとしたとしても、 在関者はだめだっていう言い方をしてるんですそうした25年の一の「お」っていうの入れています冒頭に喫煙の自由は基本的保障する基本的人権は含まれずと書いてますので実はこの時点でこの足は誤りなんですねでまた全体を読んでもね禁止することは憲法に反する違反しないと言っていますがこの後ろ部分 これは別に特には問題ないんですが、その冒頭のところの基本的人権に含まれないと。と言っている点、もうこれでアウトということになります。まあ本当は細かい点がね、実は2行目も本当はおかしいんですけど、まあそこまでは詰めなくてもいいと思います。残った話ですが、 えっと、いとえ、いですが入国です、危険な人には入ってほしくないというところだから、入国については制約できるですね。え、地方公共団体なんですから、これは選挙権を与えることができる、与えることができるというだけです。 では、これぐらいにいたしましょう。続いては体型番号 2c の1。年度番号が15年の2問です。詩人間的効、鉄鋼力やってみてください。どうぞ。 ジミの方は5ページを見てください A さんと企業相手は国じゃないかね企業ね企業で就業規則を結んでいますでこの時就業規則は男60女55の定年制定年に差をつけていたんですでこの差はどう見ても合理的じゃありません 男女で差をつけるところについてちゃんとした理由があるとは思えないので不合理な差別にあたりますもしこれね契約結んでる相手が国だった場合国と一般の方がね、えー、就業規則を結んで年齢で差をつけていれば憲法14条に反する可能性は極めて高いですですが今回相手が国じゃないんですよじゃあそこに憲法14条 という平等権を使って、無効にできるのかと。というと、3つほど考え方があります。一番左側、斜め見てください。憲法14条を使ってえ、無効にしたいと言っても、×、使えないんだと。14条矢印×、使えないんだと。 見てください無効力説、内容え国民同士では憲法は全く使えないんだよと,と考える立場です根拠を見てください、はい、でこれはあくまでも憲法は国民分立国家のルールです国民同士ではこの憲法は使っちゃいけないんだと。 ただその下の批判を見てください。で、実際人権の侵害というのは国家から行われるものもありますが、多くは私人のからも行われます。企業、マスコミなど、私人でも強力な力を持っている人、そこからの人権侵害は実際多いんです。相手が私人だからといって使わないというのは、これはかわいそうじゃないのと。 ということでえ、これは、え、え、ということで、えこちらの方え、こういった批判があると。その上で、真ん中の図を見てください。憲法14、丸と書いてます。14条を使って無効にできるんだと。はい。で、え根拠を見てください。 これは無効力説の批判と同じです、はい、でただ、批判を見てくださいで。この批判はしっかり覚えてください、私的自治に反するという批判です。 どういうことかっていうと例えば一番下にねお店とお客さんで通常の値段で売り買いしましたでもねその下タイムセールで安かったお客さんがいましたでもう一個賞味期限で安かったという方もいらっしゃったんですではこれで差をつけるのにはちゃんとした理由があるんでしょうかこれかなり微妙なところありますあの賞味期限は微妙かなと感じはしますけどタイムセールとかになったらちゃんとした理由があるとはやっぱり言えないと思うんです 直接適用説に立った場合、これ14条、平等に扱ってないんだから、この売買は無効となりかねないんですね。ですが、この3人みんな分かって買ってるんです。あ、これ通常値段ですね。タイムセールじゃないから高いですよね。とか、賞味期限まだまだあるから高いですね。あ、それでもいいんですよ。と分かって買ってるんです。自分の意思に基づいて買っているのに、 それが覆される、これは私的自治の原則に反するでしょうと。はい、で、これが今の批判ということになります。 でそれが今回の足の4を見てくださいでこの足の4ですがこれね二節に対してと言ってますが今回の二節はこの直接適応説じゃないんですよ今回の二節は右に乗っている間接適応説になりますなのでこれ二節に対する批判じゃないので誤りになります じゃあ、なんでこれ違うのかというのをもう少しいきましょう。じゃあ、今度、一番右の間接的応説というのを見てください。この間接的応説という考え方は、憲法14条に反している民法に取り込んで、公序両俗に取り込んで判断する。公序両俗に取り込んで、有効無効としていく。 これが間接適用ダイレクトにぶつけるじゃなくて民法をかませて民法で判断する根拠を見てくださいやはり民間同士を使うのはこれは民法でしょうと広報と司法の二元性言葉難しくなってますけどね 民間同士の扱いは民法を使うべきだよねだから憲法をダイレクトに当てるんじゃなくて民法を当てるんだとで実はこれを構えるとさっきの話がそんなにおかしくならないんですえ先ほどの売買契約ですがタイムセールだと安いとか賞味期限が近いと安いでも一般の人は高くなっているとこれはちゃんとした理由はないのかもしれません じゃあ、それを民法90条に当てはめて、公序良俗に反しますかねいや、これ公序良俗に反するとまでは言いませんね。なので、有効という扱いにできるんです。だから、契約自由の原則、指摘自治、約自由の原則が守られるので、足の四、えー、この批判にならないので、誤りになります。また、 足の2を見てくださいポイントは全面的に尊重されというところ全面的に尊重されつまりいかなる場面でも憲法を使うべきだととなるとこの間接適用だと今見たようにね憲法を使ったとしても有効になっちゃいますよね 全面的に憲法で向こうにバンバンできるにすべきだという立場なのでこれは1説より2説に適合するというよりもこれ3えこちら今回の説に載っていない直接適応説に適合するので誤りになりますだからこの問題難しいのは1説2説以外にもう1個ね直接適応説があるんだと。 いうことを分かっていてそれで当てはめなきゃいけないのがきついところです、まあ、ただ3番の答えを知っている人はもうそこだけで即答ですはい何かっていうとこの間接適用の批判純然たる事実行為に使えないと一番下に載せました見てください 例えば一番右ね、武細工っていうふうに、まあ、同僚に言われたとします、会社に言われたとします、同僚、会社に言われたとしますで、その発言は憲法に取り込んで、民法を使って無効にする、そのブサ細工の発言は無効にしますよと、まあ、それはわかるけど、仮に無効にされたって、言われた事実は心に残るんだ。 民法を取り込んで無効にする確かに聞こえはいいけど無効にできないものだってあるわけです。言われたね、事実っていうのはずっとここに残るんですね。なんでこれどう、これ、対応できないよねと。ということで、これが批判にあたって、今回の足のさんがまさにそれになります。 よろしいでしょうか。で、ごめんなさい。これ、私が完全に誤解しました。一説は直接適用ですね。無効力説だと思ってました。すいません。無効力説じゃありません。すいません。一説は直接適用でした。すいません。ってことはね、ごめんなさい。これでちょっと言い直します。すいません。えっと、二番の足。二番の足。一説より二説に適合するというのは、むしろ逆ですね。え、二説、えっと、一説の方が適合するから二番は誤りです。失礼しました。で、四番。 4番については、こちら、1節から2節に対する批判ができるかと,というと、むしろこれは、うち1節から2節に対して適用されるかというと、これはむしろ逆ですね、2から1に対して批判、二から一に対する批判なので誤りです、2から1に対する批判なので誤りです、失礼しました。そして、足の3、今言った通りで終わりで結構。 で足の5、足の5ですが、結局、民法を使って無効にできるということは、そこは裁判所、裁判使って無効にできるということになります。2節でも民法を使って無効にできますので、民法を使って無効にできますので、えこちらえ、裁判所の介入が否定されるといったら、誤りになります。 最後に足の位置ですが、よりこれ憲法を使うのは、より憲法を使って無効にしやすいのは、一説の方です。一、は、説、い、の方になります。 でただ、この冒頭のところにね、国家権力に対してって言葉があるじゃないですか。と、あと国家権力に対して、えこれええ、国家権力に対してという考え方、国家権力に対して使うものだという考え方に近いのはどっちかっていうと、憲法は国家権力に対して使うべきで、私人間で使うべきじゃないという考え方は、一説よりも二説側ですよね。 1説は憲法を国,国民間に使っちゃってます国家権力以外に使っちゃってますはいといったところで、えー、すいませんでした、えー、と改めて確認いたしますとすいませんでした1説の方が直接適用で2説が間接適用です足の位置のポイントは国家権力に対して使うものなんだと ってことを強調するのは一説,説,、ね、説は国民間でも憲法を使っちゃうから、はい、一方、第2問の憲法の使う原則が全面的に尊重されやすい憲法の原理を使って無効にしやすいのは一説の方になります。 なのでこれ一説に抵抗するのは誤りです、はい、で次に足の4当社の合意自由,が自由の方が尊重されるべきなのはこれはむしろ一説,、えっと、説の方が批判されます憲法へどんどん無効になってしまうのでそれに対する批判になりますので 逆だということになります。で、足の五裁判所による介入が否定されると,と言っていますが、民法を使って無効にできますので、その点では裁判所が入ってきて無効にすることはできます。はい、以上となります。